皆さんこんにちは、草木です。何これ、あっちです。今日はあっちくんにインタビューをしていきたいと思います。では本日あっちくんは撮影している日の4日後にフィンランドに帰ることになっています。多分これが上がっている頃にはすでに私たちは遠距離恋愛をしているということなんですけども、はい。で今日は、あっちくんが1年間の日本の生活を終えた感想を日本語で聞いていて、日本語で答えていただきたいと思います。はい、あっちくんが日本に来たのは8月なので、本当にもう1年くらいいましたね。yeah, で、この1年間は勉強をメインにしていたわけなんですけども、どれぐらいできたんでしょうね、本当に。それが皆さん気になるところだと思います。はい、これは日本語のビデオです。はい、そうですね。では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 、行きましょうか。始めましょう。Let's get started. では、あっちくん。So?日本で一番楽しかったことは何ですか？さきです。カラオケ、一番大好きなことがカラオケです。あ、友達の多分バルの後でカラオケに行くのがめっちゃめっちゃ大好きです。そうですね。あ、もっと大きい声で喋りましょうね。はい、うん、僕の一番好きな歌が春よ来い。春よ来いなんですよね、はい、あの歌ってみましょう、どうぞ。春よ。じゃあ一番大変だったことは何ですか？多分日本語の勉強の一番大変なことが漢字か、なんだっけ、あ、ビジネス日本語なんだっけ、敬語。敬語ね、うん、めっちゃめっちゃ嫌い。申し訳ありません。敬語は日本人でも難しいからね、多分外国人は一番引っかかるところというか、あの理解がしがたいことかなと思いますね。じゃあ、日本のビジネスカルチャーに、ビジネス会社の文化がめっちゃストリクトです。ストリクトですね。めっちゃ楽しくなそう。楽しくなさそう。楽しくなさそう。うん、じゃあ、サラリーマンになりたくない、うん。そうですね。日本でのサラリーマンは結構めんどくさいですよ。うんうん、はい。で、じゃあ日本語の勉強で大変だったことは漢字と敬語、うん、じゃあ日本語の勉強で楽しかったことは何ですか？何かありますか？日本語の勉強は何が楽しかったですか？話すのが大好きです。ああ、そうかそうかそうか。多分1年前に日本に来る時、僕の日本語は、日本語のスキルはめっちゃ全然ありませんでした。でも結構あったと思うけど、多分さっちくんの家族はビビビビビと言ってましたと、と僕はそうですね、そうやね、そうやね、めっちゃ分かります。特に私の家族結構早口で、私も結構日本語で早口やしね、うん、もうアキちゃんなんかブル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 と、多分バールとか居酒屋に友達と行くとき、友達が日本人とめっちゃめっちゃ話しましたと、私はお、めっちゃ楽しそう。あー、そうかそうか。でも僕はめっちゃ喋れなかったのね。悲しい。そうかそうか。そうですね、うん、確かに。でも今は結構喋るようになりましたね、うん、本当に、うん、最近めっちゃめちゃ、うん、めっちゃ楽しい、うん、さっきのお母さんともね、うん、よく喋ってるし、うん、なんかいいし、さっきの弟とも喋るし、お兄ちゃんともめっちゃびっくりした。そうそうそう、小春ちゃんにもお座りできるし、話すのがめっちゃ楽しい。うんうん、そうね。あ、いいよね、日本語楽しいですか？日本のゲームを日本語でゲームしたい。あ、そうね、うん、確かに確かに。じゃあ日本の生活で不便だったことは何ですか？不便はインコンビニエンス、めっちゃ文化が知りません。大学で働いている人と話すのがちょっと大変でした。あ、そうですね、確かに確かに。多分お店ではめんどくさかったです、うん、京都に住んでいて、京都の、観光地
旅行で人がいっぱい来ますところはいろんな人が英語喋ります。でも、うん、外国人も働いていますけど、うん、でも日本人はあんまり英語を喋れない人が多いなって感じましたね、うんうん、と多分オフィシャル人、多分公務員とかシティホールの人の、うん、日本語はめっちゃ難しかったです。そうね、丁寧すぎて多分難しかったですね、うん、このフォームはこちらのフォームに銀行のフォーム、そうかそうか、ハンコはどこですかそうですね、名前はどこ、確かに、日本に来てから銀行の口座とか作るときとか、この人住民登録もしていたので、住民登録のこととかね、市役所でとか、あと保険のカードとかのお支払いのやつとかも全部日本語でもちろん来るから、うん、じゃあね、難しかったよね。多分僕のオピニオンは、日本で公務員と、財布うん、government 政府日本で公務員と政府はペーパーワークが大好きです。そうですね、たくさんいろいろなフォームが作るのが、おお、大好きですそうですね、で、ノットオンラインですね、めっちゃオンラインであります。ディジタルトランスフォーメーションがまだしなかったです。そうですね、ちょっとね、全部紙ですよね。ちょっと遅い。ちなみにあっちくん、財布は英語で何の意味ですか？ウォレットですね、そうですね、はい、よかった。政府の財布からお金をもらいました。ありがとう、安倍ちゃん。そうですね、安倍さん、ありがとうございます。そう、うん。日本の生活で好きなところは何ですか？コンビニ。間違った。日本語の生活で便利なところは何ですか？コンビニです。コンビニですか？いつでも、アイス食べたい。アイスに買いたい。アイスに買いたい。え、コンビニに行きたい。そう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 。たくさんいろいろなアイスがある。アイスだけじゃありませんよ。ナイス。このストロングジローちょっと飲みたい、コンビニ。日本はとっても便利でしたね。うん。安いです。安いですよ。うん。まあまあまあ、ちょっと安いかな。居酒屋の文化、めっちゃめっちゃめっちゃ大好き。うん。いろんなビデオで言いましたね。ね。居酒屋がラブですね。日本ではレストランの食べ物がめっちゃ安いです。ああ、そうですね。特にランチ。ヘルシンキでラーメンが1500円くらいしますよ。ねえ、1500円くらい。多分12ユーロとか。だからめっちゃ高いですね。でもそんなに。ちょっとだけ美味しくない。だからね、日本の料理は結構安いかな。で、旅行しましたか？はい。旅行楽しかったとこどこですか？外国で。外国がめっちゃ楽しかった。何が？外国。外国しますか？いえ、韓国を行ってました。韓国か。先バカだな。外国って言ってました。あてがスマートです。外国って言ってました。先がバカですはい、韓国に行きましたね、この人と一緒に韓国に行きました。韓国楽しかったよね。めっちゃ、韓国料理。韓国のレストランは一つ料理を頼んだらいっぱいついてきましたね、お皿がね。懐かしい。韓国では何が一番美味しかったですか？無理。ビビンバかブデジゲ。ブデチゲ美味しかったね。ブデチゲ美味しかった、めっちゃ。あとビビンバじゃなくて、私ブルコギが美味しかったですね。ブルコギも、めっちゃ安かったよね。ではじゃあ1年間住みましたね、日本に。もっと住みたいですか？今はちょっと多分帰りたい。ホームシックありましたか？ちょっとありましたか。自然に行きたい。自然に行きたい、ね、サウナとサマーハウスに行きたい。友達と会いたい。家族と会いたい。フィンランドでめっちゃコーヒーブレイクが、コーヒーブレイクがありますね。そう、だから
コーヒーブレイクなんてありませんよ。うん、と、オーバーワークがいっぱいあります。オーバーワーク、フィンランドでオーバーワークが、多分スペシャルお金がないのオーバーワークはめっちゃめっちゃダメです。うんうんうん、めっちゃストリクトですね。めっちゃイリガル。うん、日本で、うん、好きな場所どこですか？おお、山か温泉。山か温泉。日本の温泉めっちゃ大好き。うんうんうん。ああ、ちょっとサマーハウスのサウナ見たいから。うん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 。ああ、多分、ホットタブみたい。そうですね、サウナがある。あ、そうね、そうね、確かに確かに確かにね。日本の温泉の文化とフィンランドのサウナの文化は似てると思いますか？うん、うんうんうん、そうですね。いいよね、楽しかったね、いろいろね。一回旅行で、温泉がお部屋にありましたよね。あー、懐かしい。1年前かな、多分。ねえ、うん、めっちゃ前。うん、もう一つ聞きたいと思います。これからフィンランドと日本に遠距離恋愛になります。ロングディスタンスリレーションシップです。どうやって乗り越えますか？どうしますか？たくさん電話をしたいと、ボイスメッセージをしたい。わかりました。あ、ヤホーヤホー先。今、僕はトイレにいます。ヤホーヤホー、さよなら。 I love you。 モストユースレスのボイスメッセージ in the world ですね。はい、先。今、僕はスーパーに買い物をします。 I love you。 お、お、次、次、次、ポテトを買いました。フォンコールですか？あれ、そうかそうか、ボイスメッセージ、ボイスメッセージにしてください、そういう時は。フォンコールやめてください。電話嫌だ、そんなの。でも not too long でお願いしますね。頑張りましょうね。はい、これからあちくん、時差は何時間ありますか？あ、時差、時差、うんうんうん、6か7、うん、そうですね、うん、ハロウィンの次の日から多分7時間かな、多分。時差もあるので頑張っていきたいと思います。と、時差ボケ、時差ボケ多分ないと思うけどね。大丈夫やと思う。うん、ちょっとちょっとだけ。多分 when you come back come to Japan めっちゃ時差ボケ。でもこっちから向こうに行くときは大丈夫だと思います。 you have to、 you just have to stay up。 ちょっとだけ頑張らないといけませんね。はい、では終わりましょう。ありがとうございました。僕の発表は以上です。一番好きな季節は何ですか？日本の夏が嫌いです。日本の夏めっちゃ嫌い。今日も38度とかです。くっそ、京都、京都が特に暑いかもしれないね。うん、一番好きな季節は春です。うん、春。でも春、でも春は、春がめっちゃ綺麗です。春めっちゃ綺麗ですね。桜見ましたね。うん、うん、とめっちゃ、めっちゃジョギングは、あ、ジョギングしましたね。はい。確かに楽しかったね。うん。オッケー、じゃあ終わりましょう。見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。めっちゃいいビデオです。ライクとコメントをしてください。サブスクライブをしてください。終わりです。さようなら。